スタジオコーストは東京都江東区新木場にあるライブイベントスペースである。運営会社は優先グループのマザーエンターテイメント。2002年12月31日にオープン。運営会社のマザーエンターテイメントはクラブイベントアゲハを企画、運営。それ以外のライブやイベント向けにホール菓子も行っている。日本で唯一。 4メイフルレンジアンプ付けスピーカーオクタゴンスピーカーが設置されている会場である。建物正面の看板には、その日公演を行うアーティスト名やイベント名などが掲げられるようになっており、名物の一つとなっている。リファ有明の閉鎖に伴い、2018年2月より、総合格闘技団体のパンクラスがホームとして使用することを発表した。2020年、 新型コロナウイルスの蔓延により経営が悪化し、クラウドファンディングや備品レンタル事業の開始などを発表。また運営元の親会社にあたる優先にネーミングライツを売却し、2021年1月13日から優先スタジオコーストに名称を変更している。しかし、定期借地契約の更新がまとまらず、契約満了により2022年1月30日で、 閉館が決定。アゲハはスタジオコーストで週末に行われるクラブイベント。イベント開催は原則として週末及び祝前日の深夜に限られるが、クリスマスイブや年末等の時期は平日も営業する場合がある。当イベント開催時は会場名はアゲハとクレジットされる。イベント実施時には渋谷から無料シャトルバスが運行されるほか、 近隣に150台収容の臨時駐車場が設置される。2015年6月5日6日に西武鉄道と共同で国内初の EDM トレインアゲハトレーンを練馬駅から有楽町線経由で新木場駅まで運行した。これらを活用することで敷地内に4から5ステージを同時に設置可能である。ここでアゲハ及び複数ステージを使用するイベントでの 使用例を示す。ありがとうございます。